こんな猛暑の中、本当に皆さんお越しいただきありがとうございます。知ってる方も初めての方もたくさんいて嬉しかったですね。温かいお客様に囲まれてとても楽しく演奏することができました。短い時間でしたが、たくさん思いを込めて歌いました。皆さんに何か感じてもらえたら嬉しいです。素敵なステージを、いや本当に歌わせていただきました。皆様の思いが届いたかなと思うんですけども、はい、兄さんありがとうございます。本当に伊藤陽平さんとフィルガーをアンサンブルさせていただきました。めっちゃ楽しかったです。翼を持ってるから。まあ、このイベントは、若手も先輩ミュージシャンも一緒になって一つのイベントが作れるっていうのはとても有意義なことだと感じております。またご機会ありましたらお声掛けいただければ幸いです。本日はどうもありがとうございました。とても暑い中だったんですけど、すごい演奏も楽しく、イベントも楽しくできたと思うので、ありがとうございました。お客様がみんな温かくて、バンドの皆さんも素敵です。スタッフさんも皆さん笑顔がキラキラで、本当にいいイベントだなと思いました。また呼んでください。ありがとうございました。でしょうか。さらなる熱いライブが今繰り広げられていますけれども、はい、もう全力で楽しみます。ありがとうございました。津軽三味線奏者柴田正人と柴田愛です。仙台アンサンブルありがとうございました。最高でした。またいつか会いましょう。見てください、この T シャツ来ました。イベントずっと続けると本当大変なことなので、よく頑張ってるなと思います。また来年も、また来年はマジで T シャツを着ないっていう条件で。暑かったけど楽しかったです。最高、ありがとうございました。やりました、今年も頑張りました。ありがとう、楽しかったです。最高、楽しかったです。バレースビール飲みます。